お前たちは里のみんなを守るためとはいえ、家族をほったらかしにして。なんだ、その程度で生きがっていたのか。俺もガキの頃は注目されたくていたずらばっかしてたってのによ。いいカウンターだったぞ。動力が弱ったのを見逃さなかったな。夜が明けたら出発すっか。こんなになってまだやる気か。マリーナ、こんなになってまだやる気かよ。足りねえだ。開眼したばかりの輪廻眼で術を放出中に魔逆の吸収はできねえ。とりあえず俺たちが今やれんのはかぐやの遺跡の調査を進めることだってばよ。俺も顔岩にペンキでバカとかアホとか書いて。いいか、わしの残ったチャクラをありったけ渡す。これを渡せばわしは寝ちまう。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。そうやすやすと奪われてたまるかよ。いいカウンターだったぞ。動力が弱ったのを見逃さなかったな。かなり遠くへ行ったか、結界の中に逃げ込まれたか。お前たちは里のみんなを守るためとはいえ、家族をほったらかしにして。偽物だろうが本物だろうが、そんなのはどうだっていい。助けてって思いがあったんだら、それが本物だ。よし、決まりだな。夜が明けたら出発すっか。お前の部下らしき男に。まあ、もともとあんたが悪いんだから。それはかつて聞いた。お前にとってのそれは一体何なんだ。あいつらのせいで。でもこんなところ誰かに見られるわけにはいかないもんね。不正がバレ、皆に軽蔑されて。と集合時間守りなさいよ。パパの隣のメガネの女、なんでそんなに冷静なの。個人的な感情は任務遂行の妨げにしかならない。忍びを目指すなら覚えておけ。この人は本当はママのことどう思ってるの。お前はあいつの息子であり俺の一番弟子だろ。取り逃したあの男の行方も気になる。ちょうどいい、奴のところに案内しろ。取り逃したあの男の行方も気になる。額当ても取り上げら、今や忍びですら。何か企んでいるなら今のうちに全て吐け。少しは。
何か企んでいるなら今のうちに全て吐け。トマルさんのこと任務に集中できてないんじゃない？そんなになってまでなぜ俺の邪魔をしたがる？個人的な感情は任務遂行の妨げにしかならない。忍びを目指すなら覚えておけ。お前の部下らしき男に